ポマーンはイギリスで競争生活を送ったサラブレットの競争場及びシュボバ。第一次世界大戦中の大体クラシック開催において史上11頭目となるイギリスクラシック三冠を達成したソロモン・バーナーとジョエルの所有するメーデン・アール・スタッドで生産された競争場である。第一次世界大戦の最中であった1914年にデビューし、 1915年には戦火を避けて、ニューマーケット競馬場で開催された、大体クラシック競争に出走した。ポマーンはこの年2 0 0ギニーステークス、ニューダービー、セプテンバーステークスの3競争で優勝し、大体競争ではありながらも三冠馬の栄誉を手にした。1916年に引退し、故郷のメーデンアールスタッドに戻って種ボバとなった。 競争成績の評価が高かったポマーンには、当初3 0 0ギニーという強気の種付け量が設定されていた。しかし、高額の種付け量に見合う3区はなかなか現れず、パラリスなどの同父地主母場に比べると成功したとは言えない成績であった。代表3区は1924年生のアダムズ・アップルで、同馬は1927年の2000、ギニーステークスで優勝している。 現代競馬にはすでにポマーンの不景は残っていないが、1950年代頃まではその不景が残っていたようで、1958年にグランドナショナルに優勝したミスター・ワットはポマーンから4代目に当たる馬であった。1935年6月26日に死亡。22歳であった。当時はグループ性未導入。ありがとうございます。